今回は3時の性格が失礼すぎることに気づいてしまった読者の反応集を紹介します。初登場時から失礼なやつだし、ゾロですらポワンスーするからな。政府に喧嘩売る戦場にまでついてきてくれてる時点ですげーばあさんよな。うまく立ち回れて身バレしてないからいいものの一歩間違えたら賞金首クラスの所要してそう。子供と老人の人質だし、麦わらの一味最低だな。海軍ってなんだかんだ一般兵の完成が前世だよな。序盤のヘルメッポとかネズミとかのせいで印象が悪すぎる。そりゃそうだろ。ヘルメッポの親父みたいなのばっかりだったら困る。あれだけやらかしてウォーターセブンが未だに普通の町として存続してるのおかしいよ。職人ほぼ全員賞金首だよあんなん。まあ政府からしても損だしな。地方の島に一般人が攻めてきたなんて政府の恥だし全部麦わらのせいにしよう。ばあさんに会ったじゃねえかってルフィのセリフだと思ってた。ジェルマだから仕方ないよ。ルフィはあの時ルッチと戦ってたからな。スレガの直後に心のばあさんが人魚ってすげえ嫌だなって言ってる。ベルメールとの事故に心さんにローラと出会える波が女性運が強すぎる。ロジャーの船作ったトムさんは死刑になるとこだったんだからそこの会社の秘書もそれなりの刑になりそう。心の地図ってそういうこと？心さんはアル中の老人のくせに多分ゲストで一番役に立ってる。パウリーオイモカーシーあたりに匹敵する活躍してる。非戦闘員のババアなのに。人魚の剣なしでもあの人いなかったら普通に積んでるレベルの人なのに。心さん賞のスタートから必要だから。活躍で言ったら多分ゲストキャラで一番活躍してる。一味の命救ってるし。サンジだけでなくゾロやルフィまで拒否反応を示してるの相当だぞ。ゾロが記憶消すところ好き。船見てやんなよ。ウォーターセブンの職人ショッピーたら海軍の船もやばいから。司法の判断で不問になっただけで海軍に逆らった一味なことには変わりない立場なのに。海軍の船を握ってしまえば手出しできないよねって考えて実力でやってのけたアイスバーグさんはすげえよ。ロケットマン手配して正義の門の構造を説明してクルーの命を救うそんなココさん。重要人物すぎる。まあ政府からしても損だしな。ウォーターセブンの職人ショッピーたら海軍の船もやばいから。アイスバーグさんのおかげで助かってるんだよな。トムズワーカーズの麦わら一味への貢献度がすごすぎる。一味がいないとウォーターセブン壊滅してたから、宴会で1億ベリー落とすし。実績だよ。誰も死なないバスターコールは正直あれだったけどあのままパウリーたち死んでたら後味悪すぎるな。なんだかんだで死んでほしくない奴が生き残るから安心するところはある。だんだん人質に解禁されてきたのが怖くなってきた最近。恩人だがそれはそれとしてあれを人魚と認めたくないってのはまあわかる。恩人ではあるけど。生きてるとわかってても全員死亡の通信聞いて直前まではしゃいでたフランキーが言葉を失うところは辛い。命の恩人だからマジで失礼だよ。ギリ3時かな。これもう3時のこと嫌いだろ。3時かな。ひどいだろ。釜ばっか戻りはまあちょっとそういう感じだったからな。普段どういう目で仲間見てんねん。まずゾロが言いそうだけどこの時誰もいないからツッコミ不在でボケだけやってしまった。最後に見たサンジは完璧な演技してた時だからな、ルフィを責められん。ホールケーキアイランドの後にこの扱いなの悲しいだろ。別にあれを下手からって女性に面玉ハートにする癖がなくなったわけではないし。生まれ育った店を出た時よりも人魚の顔まともに見れなかったことに泣くやつだぞ。あのシーン好き。いくらボケても誰かがツッコミ入れてくれる環境に慣れすぎている。一味でこの状態から三次じゃねえよってツッコミ入れるやついるかな。チョッパー？下級海賊の復讐。ホールケーキアイランドで三次が戻ってくるまで絶食して見せた男の姿か、これが。三次はそんなこと言わねえだろ。だから違うなさすがにって言ってんだろ。ルフィって天然ボケじゃなくて狙ってボケる時あるよね。誰に狙ってんだよ。誰にっていう意識的にボケに回ってるって話だろ。三次に早く会いたいから三次認定が早まったの濃厚に。打ち入りしてるのに遊郭を諦めないとか言って別行動するバカだし。バラ系出た時より泣いてるなぁ。ルフィが引いて見てる時大体面白い。ルフィのツッコミって基本乾いてる気がする。ついボケをかましたけどツッコミがいないから自分で突っ込んだのず。ウィスキーピークでゾロに死ねって言ってた気がするし。身内の狼藉はガチで怒るだろルフィ。そりゃあこれでも一船の船長だから。女の部分しか聞いてないだろお前。女って単語で三次連想したけど内容聞いたら違うって分かってるし理解度普通に高いだろ。船仕事の女してるのが悪い。今週もしてるし。女だけ聞いて連想した上で全部口に出してる感じ。ワノ国編のカラー版も出てたのか。女だけなら三次だけど、身ぐるみ置いてけって言うからこな三次ちゃうか、ってなった。女を今はしてるのは事実だけど、女とは言わないだろ三次は。プリンちゃんなら脱ぐ。だが若い時の心ばあさんなら、ルフ心のばあさんが人魚ってすげえ嫌だな。ベドロとサンジの組み合わせ、もっと見たかった。未だに死んでないと信じてる。
どこか忘れたけど網折りで3時のタバコに火つけてるの好き。845話らしい。ゾウでの生活そんなに語られないからペドロたちとグルワラとの掛け合いもそれほど見れないんだよな。特に3時とペドロは割と絆深まってそうなのに読者視点だとちょっとしか会話してないから見たかった。ってなる。キャロットとペドロも微笑ましかったし街道線でルフィがペドロに語りかけるしでいいキャラすぎるペドロ。死ぬには惜しい。惜しまれるキャラだからこそ死んだことでみんなに影響を与えてるんだ。それはそれとして惜しい。ペドロ死ぬには惜しい男だよ本当に。ワノ国先行組との掛け合いも見せてくれ。死ぬには惜しいもわかるけどあそこで死んだからこそペドロの魅力が際立つ。この出会いのシーンも好き。すげえ関係なくて申し訳ないんだがな。ペドロのすれ立つとは思わなくて俺は未だ感知している。あいつ持つ存在がかっこいいんだよ。警戒心強そうなのにゾウで3時始めグルワラ組に懐いて気を許してたのぐっとくる。わかるよ存在がかっこいい。ペドロの尻尾も振りたい。お前それ違う感情入ってるだろ。俺は撫でて喉ゴロゴロ言わせたい。ベッジ襲来までのゾウ復興中のシーンもうちょい見たかった。少ないよな。ペドロとサンジとかワンダと何とか。ペドロはもちろん他のキャラたちとの絡みとかもっと見たかった。実際どんな感じだったんだろうな。ゾウでのミンク族たちとグルワラの絡み。ブルックが瀕死になってるだろ。ペドロの好物に骨入ってんだよな。ってことは、ルフとの初対面時にサンジは良い奴が何か力になれればいいが。って耳打ちするシーン好き。交流した時間は短いだろうにサンジの人柄を理解してるのいい。あんなに警戒心強そうなのに恩人の仲間大歓迎してルフィに全力ガルチューして。サンジはいい奴だっていうほどになるまでのグルワラとペドロの交流が詳しく知りたい。てかペドロもサンジのこと良い奴だって言ってるけどお前も大概だからなペドロ。いいなぁこの二人。お互いがお互いに敬意払っていて。サンジがこの国の連中は傷ついているんだと言っていたけどそんな感じで色々と細やかに配慮してたんだろうなぁ。それにペドロが心から感謝してたろうことは察する。ペドロはもちろん銀とかもっと言えばビオラとかも見てて思うけどサンジって懐かない猫に懐かれるタイプだよなと思う。サンジはサンジであいつがどういう男かは分かってるみたいなこと言ってたよな。ペドロは大事な相棒と命分け合って、自分だけちょっとだけ余命もらったみたいな事情あるよね。仲間や恩人の命のために一人で犠牲になろうとするサンジとはすごくフィーリング合っちゃいそう。ちょうどそこに十数年ぶりに帰ってきた相棒の弟さんいたからそっちの話も見たかったよ。ゾウはもっと見たいこと多すぎだ。どっかでペドロはルート分岐した未来のサンジって言われてて納得した。ルフィが街道線でペドロの名前出した時おおってなった。ちょっと納得しちまったよなんでだろう。サンジとの絡みもベコと会った時の反応とかも見たかったよな。サンジがやってるかもしれないだろ。それに困惑してるペドロとかいるだろ。ペドロちょっと40歳や60歳になったサンジに似てる。自分の命をみんなのために消耗品のように扱うところが二人とも似てるのかな。今の自分の生が大切な誰かの犠牲の上に成り立っているからいつか自分も大切な誰かやみんなのために犠牲にならなければならないと思っているような。